こんにちはっしです今回もこの動画を見ていただき、本当にありがとうございます。今日はですね、グローバル化についてお話ししていきたいと思います。はい、えー、グローバル化。現在ですね、日本の国内で、えー パスポートを持っている人たちはですね、約二十数パーセントぐらいしかいないと、えー、言っております。で、この中からですね、さらに海外に飛び出ている人たちは、本当に数パーセントですよね。えー、今ですね、本当にその、やっぱり世界に飛び出る、そしてアジアに行くとか、もう本当にアジアとかめちゃくちゃ近いわけですよ。と、あ福岡、福岡県に住まいの人たちとかは、 えー、例えばですね、東京とあの、まあ、上海の同じ距離なんですよね。ましては韓国なんかめちゃくちゃ近いわけですよ。で、今、韓国とかすごく安いんですね。これなぜかというと、北朝鮮が今、すごい、バン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 ミサイルとか打ち上げてしまってるので、えー、韓国にお得なんですよね。えー、私のですね、家族もですね、また今度、9月2 0日、 ぐらい、20日過ぎぐらいからまた韓国に行くとか言って言ってまして、すごい安いとか言って言ってましたね。で、それだけですね、今、あの、ま、すごくグローバル化ということで、今めちゃくちゃチャンスですよね。ま、ビットコインとかっていう今すごく流行っておりますが、さらにですね、中国が今規制しておりますが、もう電子マネーとかですね、今からどん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 進化していくわけですよ。もう形のないものが、今からどん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 流行っていきますよね。 であのもう携帯でもうスマホだけでも決済できるようにもうなってますしそしてカー車ですねカー車でも,もうシェアする時代だしで家でさえもそうですよねまた服でもレンタルしたりとかもう物とかですねもう今日本ではもう物があり溢れているんですねこれを今からシェアの共有の時代になってきますしさらにそれをコミュニティを作るということも、まあ、すごく大事になってきます で、コミュニティをなぜ作るのが大事かというと、これはやっぱ共有していかないといけないから、やっぱりお得な情報とかですね、最先端の情報をキャッチするためには、やっぱりより効率的に情報の濃いものを集めていくために、自分たちでグループを作っていくと。まあ、いわゆるユダヤ人みたいな考えを持ってやっていけば、必ずですね、生活がもっともっと豊かになってくると思いますんで、ぜひやってみてください。 こちらにですね、YouTube のチャンネル登録するところもありますのでぜひチャンネル登録してください。